4日前の交通事故。そうですね。で、どんな事故だったんですか？車のえ後部座席に、え。ええ。乗っていて、駐車中でした。はい。なんで完全に停車している車の状態で、ええ。で駐車場内ですから、そんなにね、ぶつかった車もスピード出してたわけじゃないと思うんですけあ、ど、ぶつかってきた車が、もう駐車場から出庫しようとしてたおじいちゃんですね。おじいちゃんね。問題のおじいちゃん。で、向こうもバックですね。はい。ですから、お尻とお尻で車でドンとぶつかった状態で、後ろからドンと押されたんですね。はい。で、まあ当然、車がへこんじゃってますから、おしくらまんじゅう。まあ保険を使って先方が直すというので、軽駐傷。車場ってね、確か保険降りないんですよね。あ、でも、あれです、大丈夫なんあ、で降す。りるのもあるんですね。ああ、そうそで、一う。よ応かった。物損でってことはい。で、で、自分は警察の方から声かけられて、ええ。どっか痛いですか？って言われて、いや、どこも痛くないですよ、大丈夫ですって。で、まあその運転してたおじいちゃんも、ね、人の良さそうなワンちゃん連れてるおじいちゃんだったんで、あんま困らしちゃいけないしと思って、まあその場は、いや、大丈夫ですからなんて言ってやり過ごしたんですけど、その後、まあ仕事でね、お客さんと打ち合わせをしてたら、翌日じゃないですか。それい日や、のうもうち。その日のうちにもう一旦痛み出てきましたね。何時間後ぐらい？30分から1時間後ぐらああ、いそでんなすもかんだ。ね。あ、結構で、早いですね。はい。もうね、脳天ぐらい、まあ極端に言うと脳天から後頭部、ここがまずビキビキと痛くなったんですよ。あれ？と思って、それでもまあ仕事中だったんで、打ち合わせをこんな風にしてたら、今度肩口から痛くなってきて、ここですね。で、あとはもうビビ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 ときて、中指の先まで、あたたたたたってなったんで、で、あれどうしたの、山田さんなんて言って。で、お客さんにもちょっと事情を言ったら、いや、それはね、多分むち打ちだよっていうことで、一回病院行った方がいいじゃないって言って、まあ、レントゲンだけじゃ取ろうって言って、レントゲン取りに行ったんですね。そそししたたら、ら診断はまあ、案の定、むち打ちですむちと。打ちでしたね。別にどこを触るでもなく、何をされるでもなく、まあ、レントゲンだけですよね。まあ、そういうこと、まあ、そうなんだろうなと思いましたけど、むち打ちですと言われました。なるほど。まあでもね、30分後に来るっていう例もあるんですね。僕なんかやっぱりね、翌日来たことありますね。だからなんていうか、あいつ全然大丈夫って帰ってったのにって言って、翌日いてんだよって言われたらね、なんかちょっと悪意があるように思っちゃいますよね、であいつも、はもうね。実際やっぱでも翌日、もうこの辺がもう痛くて、ああって。で、僕は痛いふりするの苦手な人なんで、いや、熱があっても周りの人に熱があるとか気づいてもらえないんですよ。だから今も痛くても誰も痛そうに振る舞わないので、気づいてもらえないんで、肩を肩は回動かさされないる。で。なあ、のそんで、なもん。はい。これ以上痛いです。反対は？こっちはいける。ここまでいきまです。すね。OK。これちょっと直しちゃいましょうよ。上下はいいですか、もう一回。上下お願いします。上もゆっくりならいけますね。全然向けてないけどね。これでいけてます。だって、OK。下は？下は、ここ今痛いんですけど、はい。あ、無理しないで、無理しないで。いけます、いけます。OK。はい。辛いですね。はい、じゃあちょっと動かしてみて。なんかね。右はもうこのくらいです。痛いでこれす。痛い。痛いのはこの辺。後頭部。このラインが痛いです。このラインね。でもここ、痛いです。ここ痛いです。後頭部。はい。やっぱここ痛いです。OK。後頭部痛い。はい。反対は？反対は、後頭部痛い？今、痛くないです。こっちは大丈夫。右ですね、どっちかというと。こっちは、右がこの辺が痛い。今は痛くないです。右向いた時が痛いです。OK。上向いて。無理しないで。はい、OK。ここまでです。はい、OK。さあ、じゃあ、まっすぐしてください。うわ、これ、小山田さん、これ左の背中がめっちゃ張ってません？いつも。いつも貼ってます。左でしょ？右は平気でしょ？どっちかっていうと、もうね、左の方がね、もうボコって盛り上がってるんですよ。そうなんですか。だから多分ね、こういう姿勢が得意。もしくはこういう姿勢を普段やってる。やってそうます？なんですか。いや、意識したことない。ない？すごい左右差があります。なんか万歳してみて。全然違う、ほら。いや、わかりません、自分では。こっちの方がめちゃ上がってます。そうですか。OK。見せてね。じゃあ今度は、
仰向けで、はい、頭あちらで、はい、じゃあゆっくり呼吸だけしてください、はい、これで正座してください。はい、はい、はい、じゃあ右向いて、どうですか、さっきより向けてますでしょうか。全然向けてます、うん、ですよね、はい、左は、はい、うん、いいですね、はい、はい、上向いて、おどうですか、うん、さっきより吹けてますね。いいですよね。はい。OK。じゃあ今度はうつ伏せね。はい。痛みは？この位置でいいですか？いいですよ。痛みは？痛みはあります？上を向くときは大丈夫です。こっちを向くときがまだやっぱここかな。これね。はい、わかりました。大丈夫ですね。これ、はい。はい、手でいいですよ。はい、さあこれで、はい、足の指を揃えてみて。どう？さっき左が何だったんだっけ？ほら、今揃ってません？はい、はい、はい。ということはもういい治療ができたってこと。おはい、じゃあもう一回座ってみよう。はい。そうですね。あ、いいですね、いいですね。あ、いいですね。はい、いいですか。はい、右向いて。はい。うん、逃げます。はい。はい。右より左の方がなんか気に入らしくなってきて。はい。上は？上も。お、いいですね。もうほぼ正常ですね。OK、OK。まあ、無理だ、無理だ。はい。うん、ちょっとは痛い、また。うん、ちょっとは痛いです。右。右も、うん、まあ、じゃあ、残ってるといえば、むしろここですね、今度。この外後頭隆起の下だ。まっすぐ下。この筋？この筋ね。はい。はい、分かった。ある。うん。あ、忘れちゃったぐらいです。あ、ここは。うん。はい。かなりいいですね。はい。はい。はい、でね、あのね、追っかけ治療って言って、はい。あ、まだ 5% ぐらい残ってますとかね、うん、いうのを追っかけて直していく方法もあるんだけど、はい。それをやるとね、キリがなくなっちゃうんですよ。うん、でも足の指の長さが揃ったんですよ。はい。その時点で、いい治療ができてるので、はい。今日はここまでってことです。はい。ちょっと立ってチェックしてください。はい。はい、じゃあ首動かしてください。うん、向けてますね。正常範囲、はい、はい。反対。はい、反対は？うん、いいですね。はい。はい。じゃあ上向いてください。おさっきより全然違う。そうですか。まあまあ見えてるもう範囲が違います、ね。違いますよね。はい。OK。あ、でもここがつるもん。いいです、いいです。はい、OK。痛みどうですか？まさにさっき言ってくれた通り、もちろんゼロではないですが、うん、その、うん、5% ですよ、本当に、うん、5% 程度残ってるってことですね、はい、これね、まだね、
炒めて、はい、3日目ぐらいなんで、はい、これが、ね、残っててもいいんですよ、はい、で明日の朝が、多分どうなってるかってことなんですけど、まあ、そのままおとなしく寝てくれればね痛みなくなると思うんですけどねまあタイですからね、はい、なんですか。いやいやいや、おとなしく寝ますよ。はい、おとなしくね、はい、ゆっくり寝てくれれば、はい、また明日ちょっと続き教えてください。はいはい、どうもです。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。昨晩から一晩明けて、はい、どんな感じですか。まあ、昨日やっていただいてからですね、はい、まあ、約7時間今経ってますけども、ね、はい、これ見てください、うん、肩動かさないで。あ、痛くない。痛くないですね。上向きます。おお、うん、痛くない、はい、昨日後頭部の辺が痛かったじゃないですか、はい、それも抜けてます。後頭部全く痛くないですね。まあ、はい、じゃ今普通の人ですね。はい、普通の人に戻りましたありがとうございます。ありがとうございます。はい、助かりました。はい、どうもです。